マーカーペン16本を万引きし逃走騒ぎに気づき取り押さえようとした一般女性がけが強盗致傷の現行犯で逮捕北海道釧路市で9月24日万引きをした上に取り押さえようとした女性にけがをさせたとして十勝地方音更町の自称契約社員27歳の男が強盗致傷の現行犯で逮捕されました 男は9月24日午前10時ごろ釧路市春取7丁目の書店でマーカーペン16本を万引きしました万引きに気づいた従業員が男を店外で追跡していたところ騒ぎに気づいた市内に住む46歳の女性が男が持っていたスーツケースをつかみ逃走を阻止しようとしました男はなおも逃走しようとつかまれたスーツケースを振り回して女性を転倒させましたが駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました 女性は転倒した際に右膝のすり傷など軽い怪我をしました男は容疑を認めていますが動機などについては話していないということです警察でさらに詳しい事情を聞いています